ルイ・ローラン・サハは、フランス・パリ出身の元フランス代表サッカー選手。ポジションはフォワード。なお、フランス語で、H は発音しないため、より原音に近づけるとすれば、ルイサーという表記になり、英語読みするなら、ルイス・サハとなる。マンチェスター・ユナイテッド FC でプレーする、サハ1997年、リーグの FC メスで、プロデビュー。1999年冬には、 イングランドのニューカッスルユナイテッド f c へレンタル移籍している。2000年、サハをアンリセ世と評価していたジャンティガナが率いるフラム、f c へ移籍。2003から04シーズンには、ルイス・ボア・モルテ、スティード・マルブランクと3トップを組んで、ゴールを量産し、フラムの上位進出に貢献した。2004年1月23日に、ルートファン、ニステル・ローイヤ、 オーレグンナースールシャールなど主力ストライカーの相次ぐ故障に悩まされていたマンチェスターユナイテッド FC に移籍。2005から2006シーズン後半にはファンミステルローイからレギュラーの座を奪った。2006から 07UEFA チャンピオンズリーグにて万ーは対戦相手のセルティック FC 中村俊介に直接フリーキックを決められ敗北した。 その際壁に入っていたサハが飛ばなかったため、監督にめちゃくちゃ怒られたらしいと中村がメディアで語っている。実際にボールはサハの頭上を起こしている。二度目の対戦で中村にフリーキックを決められた際には飛んでいる。2008年8月29日にエバートン FC に移籍。怪我に悩まされたが、役部はイエグベニア、ティム・ケイヒル等と共に活躍を見せた。 2012年1月31日、スティーブン・ピーナールと入れ替わる形で、トッテナム・ホットスパー FC への移籍が発表された。エマヌエル・アデバ・ヨールとジャーメイン・デフォーの控えが、主だったが、3ゴールを記録した。8月16日、サンダーランド AFC に移籍。しかし、スティーブン・フレッチャーの控えに甘んじて2013年1月31日に、サンダーランドとの契約を解除し、 2月6日に、ミロスラ・フクローゼが、故障離脱した SS ラツヨに移籍。しかし、6試合の出場にとどまり、ノーゴールに終わった。35回目の誕生日を迎えた8月8日、現役引退を表明した。フランス代表としてもプレーし、ドイツ W 杯では、いずれも途中交代だが3試合出場した。ジネディーヌ時代引退後の2006年9月2日に、 行われた UEFA ユーロ2008予選、ジョージア戦では先発出場し、ティエリアンリトにトップを組んだ。クラブフラム FC、マンチェスターユナイテッド FCSS ラチオ個人。ありがとうございます。